キウス、シュウツツミボ群キウス、シュウツツミボ群は、北海道千歳市にある、縄文後期の集団墓発揮で構成される史跡。1979年10月23日に、国指定の史跡となった。史跡内には、縄文時代後期に作られたとされる、複数の墓が点在する。墓は、それぞれ、ゴー割りふられており、全発揮の墓が存在する。 縄文時代に作られた墓としては、日本最大。名称は、墓の周りを包みが囲っていることから名付けられたもの。現在地表面で見られるおののの墓は、炎上に土を掘った後、掘った土をその周囲に持って作られた。史跡で見つかっているものには、森土以降や建築物の跡も見られる。出土したものには、土器や木製品などがあり、江別市に位置する。 北海道立埋蔵文化財センターで保存、見学することが可能である。ABC、キウス、シューツツミボ群。シトセ市、2018年5月21日閲覧。キウス、シューツツミボ北海道、文化資源データベースハット AB キウスシュー、ツツミボキウス州包み母郡キウッテイボ群引く、文化遺産オンライン。キウス、シューツツミボを学ぼう、千歳の市民団体。 24日、イベント初めて現地ツアー。北海道新聞。https コロンスラッシュスラッシュアーカイブドットフェードアウトスラッシュ j 0 j, j 2 c アイヌ5で、鳥出の井、田中拓、佐原誠編集代表、日本考古学辞典三聖堂2003年2月執筆分担は、小林達夫。ありがとうございます。